設や病院に入る金もないだろうし、老後の資金なんてありゃしないだろうし、生きていけないからと天国に向かって落ちるのも違うだろうし、精神病院に入れられた人や俺よりかなり幸せもんだろうよ。自分が一体どんな形で最後を迎えるのか時々考える。もういろんり好き勝手に生きているくせに、もういろんり好き勝手に生きてゆく果てに、目の周りが変で青紫に腫れて、なんかの前触れだったらいいな。日曜の缶オケに6、3、9、3連休、ほらラッキーの代償、周りの目を気にしてもいられない、誰かの幸せなんだか虚しい。いつの間にか明日に曖昧にララバイ、夢を見るのと同じように眠りたい。